はい、またね、イノシシの掘り返しのすごいところに、今来てます。数日前にね、草買ってね、で、草を買った後、またね、掘り返しをやってるんでね、違うイノシシが来てると思うんですけど、一応ね、トレイルカメラをくっつけ、設置してね、見るってことでね、どうなんだろう。箱穴の状況はこの間と変わらないのかな。新しい掘り返しがね、ここまで来てるのはね、これ確かなんでね。で、これも数日前から、会った後ですね。ここもそうです。箱穴のところはね、前とちょっとね、変わりがないですね。それじゃあここも、ぬかを補充してね、今帰ろうかなと思います。よいしょ。はい、これで何箇所目だろう。できるだけね、被害が大きいところにね、今、撮影してます。で、これも、ここの場所もね、被害がすごいんですけど、箱穴のところへ来てる様子全然ないですね。食べてる気配すらない、警戒してるのかね、とりあえず、この箱穴の右手には、田んぼが広がってね、そっち側には出てきちゃってるんですけど、このね、山のすぐ脇のところには今ね、これ仕掛けて全然周りに来てる気配ないと、ないですね。じゃあね、天気がいいので順次ぬかを補充していきたいと思います。はい、こんにちは。動画の中でね、何回も紹介してるんですけど、イノシシのね、掘り返しのすごいところっていうところで紹介してるんですけど、いよいよね、道の方までこういう感じで、出てきちゃって掘り返しをやってます。でね、どちらかというと、この人間が生活してるとこより奥のところへね、ここもまたやってる。わ、すっげえな。奥のところに箱穴を置いてるんですけど、箱穴のねえ、箱穴よりこの人間が生活する方にね、どん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 こっちへ出てきちゃって、今すっごい勢いでかんましてますね。多分これほどかんましてるのはおそらく大きいものだと思うんですけど、ここもねやってます。これキウイの木の下のところを通り道みたいに、トンネルみたいになって、ここを歩いてるみたいですね。
あ、ここまで来てる。そこね、来てますね。ただ箱穴には全然入ってないですね。箱穴のところには入ってないです。ここはね、ちょっと通るような痕跡があるんで、一応ね、あそこにトレイルカメラを仕掛けてあるんで、トレイルのね、中 SD を交換して、ちょっとね、様子を見てみたいと思います。ここを歩いてるのは間違いないな。なんとかね、箱穴の方に誘導したいんですけど、なかなかね、こればっかりはね、思うようにはいかないですよね。こちら側の方にいい餌があるのか、それともね、箱穴は危険だと警戒してるのかどうかね、今イノシシは人間のいる方をどん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 すごい勢いで今掘り返しやってます。やったばっかりですね、これもね。だ、おそらくちょっとね、トレイルに移ってるんではないのかなと思うんですけど、まあもし映ってれば動画の方に、ね、一緒に出したいと思います。自衛でね、網を張ってイノシシの入ってくるのを防いでる格好ですけどね、果たして効いてるのかどうかね。それじゃね、ぬかを補充して、またね、被害のすごいところへ、今行きたいと思います。はい、今ね、箱穴の目の前のところへぬかを撒いて、入り口のところへ撒いて、奥へね、ぬかを補充して、SD カードをね、取り替えて、今ここは、引き上げたいと思います。お天気いいんでね、やっと晴れ間が続くんでね、できるだけ箱穴のところをね、ちょっと見て回りたいと思います。それではね、ここは、一旦終わりです。